青山。さすがですね、四代目。この状況を私ならまず逃げ切れない。こうでもしなければね。何をする気だ。感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されない。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。青山、貴様。どうしたんだお前。半年も一緒にいてこういうこともなかったんだし、いいじゃない、たまには。お連れしました。あんたは山笠組のまだらめ。昨晩は世話になりましたな。うちの八幡とやり合ったんでしょう。無事だったのか。防弾チョッキの類を着てましてね、おかげで命拾いしました。実はある人に警告されていたんです。登場会の人間と会うときは用心するようにと。警告された。そうです。その人は私に言った。もし自分が消えた後、登場会の中にまだらめさんに近づく人間がいたら、その人間が組織の裏切り者の一人だと。自分が消えた、まさか。そう、私に警告したのは他でもない、あの堂島大吾さんです。これでよろしかったのかな、堂島会長。ええ、お車を手配いただきありがとうございます、マダラメ組長。
ホテルでの会合をキャンセルし、車での面会を申し入れてほしいと直接あなたから連絡を受けたときは正直驚きました。何か不都合でもあったのかな。大変申し上げにくい話なのですが、我々のどちらかもしくは両方の命が狙われる可能性がありましたので。おお、それは穏やかな話じゃないですな。今日の会合、長須グランドホテルでの会合は全て搭乗会のセッティングで動いていました。ですがどうも様子がおかしかった。おかしい？どこ？本来杯交渉などの際、場所は人目につかない郊外の窓の小さい部屋を用意するものです。隣接するビルからの狙撃や敵の来襲に備えるのは当然ですから。だがあのホテルは長須街の一等地、それも大きな窓がついたスイートルームが面会場所としてセッティングされていた。まるで打ってくださいと言わんばかりのロケーションです。それにあのホテル、構造が複雑すぎる。あれでは警備を固めように必ず穴ができてしまう。万が一警察や他の組織に踏み込まれた時、侵入経路がありすぎて対処しきれません。あの会合、極道のしきたりをよく知る人間から見ればことごとくセオリーに反したセッティングがされていた。まるであらかじめ誰かを殺すように仕組まれたような。つまりあなたは身内の何者かが組織を裏切ろうとしていると、そう言いたいのかな。はい。今回の杯の件、反目する組員がいたの事実ですから。なるほど。斑目組長、一つお願いがあります。車を降りてからも口裏は合わせていただきたい。それと、キリュウさん、あなたには謝らなければならないことがあります。この女を近づかせ、あなたが福岡で暮らしているという情報を東上会に流していたのは他でもない私です。あんたが？堂島会長に頼まれたのです。福岡にいるあなたが素性を隠して生きていけるように守ってほしいと。大吾が？堂島会長もあなたが福岡にいるという情報までは掴んでいたようです。あなたが素性を隠していることも知っていた。だから会長はあなたが騒動に巻き込まれることなく穏便に日常生活が送れるようにと、わざわざ福岡まで私を訪ね頭を下げたのです。そんなことが。関東最大の組織の頂点に立つ男が地方の一勢力に過ぎない山笠組に頭を下げる、これがどれほどのことかあなたならわかるはずだ。以来私は堂島会長と通じ、真由美から得た情報を会長に報告していたのです。真由美とあんたの関係は？親子です。真由美は私の実の娘です。あんたの娘？キリュウさんが福岡にいるという情報は極秘中の極秘事項。心から信頼のおける人間にしか教えられません。だから私は実の娘である真由美にあなたを守るという役を託したのです。だがもし最初からキリュウカズマという男がどうやら
自分の娘を近づけたりはしなかったでしょうな。どうしてだ。あなたに惚れてしまうからです。私も人の親、実の娘が結ばれない恋に悩む姿は見たくなかった。桐生さん、これを説明すべきだ。だが今はこの体、東条海との戦争を避けるための話し合いをすることすらままならない。それにあなたが解散の届け出を出したと知れば、あの八幡も納得するんじゃないかと思いましてな。あの男が。昨晩あなたと八幡は拳を交わした。八幡というのは計算はできない男ですが、一度拳を交わした男がどういう人間なのか、そういうのはちゃんとわかる男です。ちょっと待たんか。あんたちこっと調子に乗ってらん。ずっとっとか。おい、ちょっと留守ばい。マジでヤバかろ。来たいはず。
許してくれんね。ちょっと待たんか。待てって言いようとかわからんとか。そこのお兄さん。ほら。そこのあんた。ちょっと殴らせろ。乗ってました。許してください。
子乗ってました。許してください。調子乗ってました。許してください。調子乗ってました。許してください。逃げるのか。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。ワンちゃん、お前だ。
逃がすもんや。二度と面は見せんな。